しにきっつい一撃加えられたらこぶにしちゃるけんの。俺は甘く見んじゃねえぜ。戦闘開始。Yeah!
のう。面白い、面白いぞ、渦巻きナルト。まさかここまで俺を楽しませてくれるとはな。だが、これで終わりだ。なんだ本当の恐怖を教えてやる。
クーマ特攻弾ゼロケクーマ特攻弾邪魔をしないでくれ。この子だけは絶対守る。なぜ三人ともあろうあんたがそんなガキを命がけで守ろうとするの。この花子、里を守るためよ。里を守るため。なぜなら、この小さなガキはいずれ火影になるガキだからね。何をバカな世前事を。それに火影なんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。火影なんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。歴代の火影たちは木の葉の里とそこに生きる者たちを守り、乱世を治め里を繁栄させるというその理想、その夢に命を懸けた。私も命を懸ける。バカめ、こんなガキ一人のために投げ出す命なら、それ相応にさっさと散れ。砂で、あ、さあ決着をつける。口寄せの術。始めましょうか。三人と呼ばれるのもこの限りだ。戦闘開始。俺様を倒せると思ってんのか。ああ、きっつくぞ。ラマッドスーツァン。Hup!
楽しませてちょうだい。こいつはキスルテロ。知ってるか、ナルト。一流の忍び同士なら、拳を一度交えただけで互いの心の内が読めちゃう。お前は甘いな、
なるほど。どうだ、お前には本当の心の内が読めた。この俺の違いねえじゃねえか。お前は本気で、本気で俺を消すつもりなのかよ、サスケ。でも、それでも、なんでかわからねえけど、俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。浮かんできたところを狙い撃つ。これで全ては終わりだ。なんだ。決着をつけようぜ、ナルト。戦闘開始。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。
ナルト、俺は遅かったか。間に合わなくてすまなかったな、ナルト。お前のことだ。必死だったんだろ。サスケ。もう体はいいのか？エロゼニー、今日はお前に大事なことを言いに来た。大事なこと？これからわしの正式な弟子として3年間でお前を一人前にする。それってば、本当か？本当に修行つけてくれんの？ああ。やった！よし、俺ってばガンガン修行して、それから絶対サスケを。ただな。え？サスケのことはもう忘れろ。ま、サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。あいつを連れ戻すとか考えてるならやめとけ。そういうのは思い上がったバカのすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるか。遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。術や力だけじゃない。忍びなら正しい判断をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃ生きづらいのが現実だ。分かったよ。そうか。賢いっていうのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。ん？一人でももっとすげえ術編み出して、そんでサスケは絶対助ける。お前みたいなのが一人でやっても、どうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。何？だがバカはバカでも大バカならなんとかなるかもな。修行覚悟しとけの。じゃあの。Thank you.